アビー・コーニッシュは、オーストラリアの女優。ニューサウスウェールズ州ロチンバーにて、5人兄弟の2番目として、生まれる。ドラマ、マーベル・イン・ヒューマンズ・クリスタル役のイザベル・コーニッシュは、妹。父親は、紙の再生工場を経営。母親は、アマチュアのカメラマン。16歳の時に、両親は離婚。13歳からモデルとして、キャリアを始め、 テレビドラマや映画に出演するようになる。1999年放送のテレビシリーズ、ワイルドサイドで、オーストラリア映画協会新人女優賞を、2004年公開のサマーソルトで、オーストラリア映画協会賞主演女優賞を受賞する。2006年公開のプロヴァンスの贈り物で、ハリウッド映画に初出演する。ストップロス。 戦火の逃亡者で共演した俳優のライアン・フィリップとの交際がライアン・フィリップと女優のリス・ウィザースプーンの離婚の原因と言われている。なお、2010年2月にはすでに二人が別れていることが明らかにされている。ライアン・フィリップ、アビー・コーニッシュ・スプリット。ありがとうございます。